ファイター職は飛行士からレベル上げしているので、まずはこれ、積もレベリングをな。積んでる間に、今日は誰かな？ちょっと待って。修理。無理なんだ、全部は。財宝か。これ、彫金かな？財宝彫金のレベルが足りてないんだ。今日は、彫金かな？彫金裁縫を優先してやりたいけどな。まあ、その前にあれだ。グラカン納品やりに行こう。お、星が2つ。これヒストリーに残っていい。ヒストリーに残っていい。これ。ヒストリーに残っていいしていくぞ、全部を。ん？これ作ったことあるな。作っとくっていうのはありかな。いや、でもレベル帯が変わっちゃう可能性もあるしな。これずーっと一緒だな。あ、ヒストリー削除になってからずーっと同じだ、これ。10、10、1な。覚えられるかな？アイテム名をコピー。ホワイトアッシュ、アステロ、イデア。ホワイトアッシュとアステロ、イデアを覚えとき。これでいいか。あれ、どっちだっけ？原木でいいんだっけ？あれ、どっちだっけな？ホワイトアッシュ。アッシュ剤ってことはないだろう。なんだっけ？アストロだっけ？ちょっと覚えてねえな。
れ違う。うどん一致じゃなくて、あれ名前忘れちゃってるぜ、まったく。テロ、アステロ、アステロイデアだった。あらっちゃった。よろしくお願いします。これはドマジョ、ドマジョ。オートボーガンを撃っていけば殲滅早いだろ。例えば波動を変えたいと思ったんだよな。こう三段攻撃が多いから、この三段が分かりやすい。今三つの段階が多いから、この今どの段階がアクティブなのかを分かりやすくするようにしたいんだな。そうです。タンクさんが落ちそうですよ。大丈夫かな。
グリードストップ、なんだっけ、あれか、エリアに入らないと吹っ飛ばされちゃうやつか。あれが終わってるのも気づかないんだよな。タンクさんが入ってるから大丈夫か。入るんじゃなかった。グリーンショットってなんだっけな。コッパみじんにしてやる。めっちゃ撃たれてます。こいつで一
発だ。お疲れ様でした。戦利品。ニード。グリード、グリード、グリード。これパス。いいか、出よう。さて次。DPS ボーナス来ないかな。ちょっと時間かかりそうなやつ先にやるか。ちょっと名前また忘れちゃったぜ。アステロイデア1個1匹、アステロイデア1匹です。コピーしてくればよかったな。何をやっとくんだ、まったく。7500もする。まあしょうがないか。これで。ギャザラのノルマは達成。レベル上がらんな。まず、木工室から行こう。これな。まずこれ自体が安く売ってるかどうか。14,900。安くはないかな。素材が所持状況持ってない。
持ってない。持ってる。持ってない。これいくらですか？ 2 個でいい。2個でいい。まあ。2000か。11で買ったとして2000。最安でも2000円、3000円、これで5000円だな。5000円、6000円、7000円か。15000円で売ってるものを7000円で作る。まあ安上がりになる、なるっちゃなるがな。どうせならこっちを買うか。よしよし。これが A が持ってる下の投げ。下の投げ整頓しとこう。下の投げとこれか。1個。よし。大丈夫だろう？簡単に作れると思うんだが、どうだろう？違うかな？制作開始。核心ぶって、ゲッ。長期契約ぶって、模範ぶって、あれ、これは、いかねえな。235。1500って相当か？3回必要？もしかして。2回じゃいかねえのか。イノベーション打って、あ、やべやべ。1、2、3、あ、間違った。4、グレートストライド、オッケーオッケー。ちょっと早よ早よ。よろしゅうに。
やべやべ。いや、なんかリミットブレイクをしたけど。何回来る？もうこっちか。ここに入っとこう。陣に入っとこう。プラス半分。これ終わってた。
レベルが上がりそうですね。あ、これまだボツでダンス。いや。貯める用の敵だから。ボス前に、ね。溜まってねえ、溜まってねえし。椅子、椅子いる。解除できるんだね。なるほどな。おっと、サンダが、サンダがどうする。あれ、カッパのままでサンダが受けるとひどい目に遭うのか。よいしょ。分かった。あ、これ目で受けるやつ。写本もらった。写本なんだろうね。写本、写本、写本。これ卓上の調度品なんだ。まあいい。おっ、ギルドオーダーか。ギルドオーダーか。アライアンスレイド長いからさ、せめて DPS ボーナス欲しいんだよ。討伐討滅行くか。あら、うん、来ちゃった。何？あ、これは神竜ですね。よろしくお願いします。入れ。めちゃめちゃ飛ばされるんだ。ギリギリまで行かないと死んじゃうんだ。
悪モン、悪モン誰に来る？誰か危ねえ。タンクかな、タンクに来るか。やべ、前に来るんじゃなかった。大丈夫かな、前に来て。もうなんか変わった。あ、ダコ戦か、そうだそうだ。ためよう、ためよう。これは入れ、これはここかな。集めろ集めろ。よし、溜まった。両方マックス。チャキン。連打な、連打。これなんだっけ、なんだっけこれ。あ、離れるやつ。ふぶいてますね。おっと、尻尾、尻尾、尻尾取って、尻尾、尻尾切った。ただなんかまずい、なんかまずい。ジャージャルドラフト、なんだっけ。おい、次来ねえな。アライアンスレイド DPS 不足来ねえな。あ、きゃ、え、ノーマルレイド、ノーマルレイド参加やったぜ。
今ノーマルレイドが DPS 不足に陥ったから。5分にも次木工やったから火事アイテム名をコピーして、これ自体がだいたい1万未満だったら買ってもいいな。はい、無理。持ってない。これ何のマークなんだろうな。ハテナとチェックマーク。持ってない。一個だけ持ってる。一個じゃ足りねえな。おっと。ノーマルレイドはアレキサンダーのどれかな。アレキサンダーだ。プライムだ、プライム。よろしくお願いします。時間止められちゃうやつだ、これな。基本、ビームは、三角ビームは、間に逃げればいいんだな。あとなんかあったっけな。戦か。攻めろ。どうまたザップか。めっちゃ揺れてます。めっちゃ揺れてる。来たーん。おお、なんか食らうね、これ。いかーん。ピカッ。ズドーン。ああ。え？あ、これさ、タンク LB 必須なんだっけ？タンク LB 必須です。確かに。やってたもん、タンクの LB。
止められてます。タンク LB 使ってもらうとララフェルがジャンプするんだよね、確かね。やったーって。やだめ、メガホール忘れてる。ララフェルジャンプが見えるはず、見えるはず。ララフェルジャンプ見せる。イエーイ。あ、これガンブレイカーかな。誰が、はい、生き残った。敵の翼。違う。出ろ出ろ。あ、まずい。これは正面。ああ、正面まずいですね。逃げろ逃げろ。ダッシュダッシュ。危ないもんね。いで、これ、やべ。タンク範囲。タンク大見範囲を食らってしまう。やべやべ。おい、まずいんだが、まずいんだが、まずいんだが。逃げろ逃げろ。え、どこに飛んでくるかわかんねえ。ちょっと、タンクと同じ方向に逃げてますね、今。危険ですね。危険ですよ。違う違う違う、お前頭マーカーついてるの。逃げた、逃げろ逃げろ。いい、こっちこっちこっち、左左。ああ危ねえ。これみんなちょっと来ないで、こっち来ないで、来るから、ドーンって。イエッ。タイムゲート、なんだっけ。あれ
一個しくったから。あれは変わんなきゃいけなかったから熱戦。これあれだな、異次元に行って雑魚戦してんだろきっとな。やーべ、プロトンだ。いや他のクラスあそこにブラックバック的なやつが入ってるから、あまた間違っちゃった。間違わないのにやっぱ波動を入れ替えないとな、っていうか作んないとな。重力維持やっと、タンク側に行くとあの範囲食らっちゃうからな。メモ掘り帰ろ。なんか来る、なんだこれ。あ、でかい、でかいの来る。アレクサンダーでかいの来る。でかいアレクサンダーと普通のアレクサンダー対メガホーリーを打つ。ラインついてる。やべやべ、これなんだ。勝ったけど。あ、終わった、終わった。お疲れ様でした。なんか、こう、水中モードで終わったぜ。よし、終わろう。ノーマルレート。アライアンス来ねえかな、アライアンス来ねえかな。ちょっと一回待ってみるか。2個ハイクオリティ2個は無理かな。2000、これいただこう。まあいいや、こっちに2個もらってたもん。なんか使うかもしれんしな。おっと、2個欲しい。これにしよう。このスボズブレードさんの隣で作るから。ほぼほぼクリアしてますね、これはね。全部。大丈夫だな。確信ぶって大丈夫だな。うん、大丈夫。全然。全然いかなかった。イノベーション。これ、そのまま行きそうだな。はい。ジェネレーション打って模範、もう一回でいく。はい、完成。来い。あー来ねえな。タンクブス、アラビアンスレイドってさ、タンク3人だけだよね。125のパーティーのはずだから、それでタンク不足ってすごくない？
すごくない？次、木工鍛冶甲冑。これ自体が1万未満で売ってれば、おっと、あ、1万ならいいですかね。素材も多そうだったし、いただこう。はい、次、間違えた賞金。あれ、あ、一人一人これ、アイテム名をコピー。卵さえもちょっと無理だな。さて作るか。所持状況、お、ちょうど3つ持ってるね。これ持ってない、これ持ってない。これのハイクオリティをください。1個だけ。ハイクオリティ1。なんか、じゃあ3もらうか。3な。待てよ、こっちの方に実はあるかもしれん。500か。いや、なんかまた使うかもしれんから3もらっとくか。お次。これも1。高え。2000でハイクオリティ買うか。どっちが持ってたっけ。 A がダリウムインゴット。これだな。あれ、これだっけ。ダリウム、こっちだ。オッケー。じゃあここで風呂。革新ぶって、長期契約ぶって、模範ぶって、イノベーションぶって、中級加工いくよ。1、2、3、4。さて、何回いけるか。12で35になるだろ。25。何回残せば全然余裕か。12。グレートストライド、ビエルゴ、ベネレーション、モハン、モハン、オッケー。 CP がちょっとギリギリだったんだな。危ねえ危ねえ。ダメか、来ないな。もうちょい待つか。時間帯によってあるはずなんだ、 DPS 不足の時が。貯金までやったんだっけ。今な、貯金やったんだよな、確かに。そうだな。貯金の次、川細工。アイテム名をコピー。これが一番以下で売ってりゃ買うけどね。ゼロ件だった。
そもそもゼロ件だったわ。持ってない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 。全部買わなきゃいけねえわ。2個。これかな。これだな。ハイクオリティ、この辺にハイクオリティが1個あればよかったんだな。まあ、しょうがねえ。3000で買おう。1でいいんだが、2打ってるな。ハイクオリティを逃す手はないんだが、ちょっとこっから跳ね上がってんな、金額が。金額が跳ね上がってる。こっちの方がまだマシだな。あ、いや。1はないけど、ここに2があるから。どうしよう。1のハイクオリティがないんだよな。一件だけで売ってるハイクオリティがない。じゃあこれ買うか。はい、次。これ何個だっけ今。見んの忘れてた。ハイクオリティがねえ。ハイクオリティがねえぞ。1000円で1個。300と1000円、どうしようかな。もらっとくか。こんだけハイクオリティ集めれば余裕だろう。1個1000円する。これはしょうがねえな。これしかないな。これとこれとこれとこれな。革新物って、長期倹約、模範、イノベーション物って中級4回。1、2、3の4と。これ大丈夫だな。グレートストライド武器でビエルを。ベネレーション打って模範。1回か2回。1回で終わった。はい、終わり。革細工終わり。裁縫。実質ここは買った方がいいから、裁縫で終わりっぽい。いっぱいある。1万ぐらいで売ってないかな。1万5000円でもいいかもしれないな、この並びだと。出品がない。そもそも出品がなかったぜ。所持状況。ない。1個。これ持ってんの？あと全部買わないと。これ3つ。3つください。待って、忘れてた。本来の目的を。いや、こっちも本来の目的なんだな。来た、来た、来た。今だ、今だ。よっしゃ、来た。裁縫。すぐ来たわ。11。やったぜ。ロール不足ボーナスもゲットだ。
なんか視線がやっぱり真ん中にずっと視線がいるから、その周りにこの3段階とか、あとこれな、ワイルドファイヤーのリキャストマッチとかを配置しとくとミスが少なくなる気がする。栗田はよろしくお願いします。古代の迷宮、シーアラだ。5万3000しか持ってないな。もうちょい稼ぎたい。10万ぐらいないと厳しい。あ、ちょっとごめん切らしてた、切らしてた、プロトン切らしてた、ごめんな。ちょっとお金のこと考えてたわ。お金のこと考えてた。あいつやべえ、あいつケツから出すから、待って、ケツから出すから前に行こう。ああ、危ない危ない危ない、逆側のやつもケツから出してたんで。シアラだよな。ちょっと狙われてます、勘弁してたぜ。タゲがこっちに飛んでます。届くかな、範囲届いてるかな。死んじゃう死んじゃう。
赤だからあっちだ。終わらんな。よし、終わシーアラは最後かな、最後まで。っていうかそもそもあいつが死ぬまでバフかかってこねえ。バフだかデバフだか。じゃあずっとここであれだ、ザコ狩りだ。ザコ狩りシーアラはここでザコ狩りしてるしかない。プロトン切らしちゃうぜ。
戻ってねえな。ティターン。お疲れ様でした。さてさて、ロール不足ボーナスちゃんと手に入ってるかな？7200ギルプラスでもらってるわ。でも12000、やっぱ2万ぐらいしかもらえてないんだなこれな。財宝ちょっと所持金が心もとないから、持ってないな。3個ハイクオリティ、あ、これで
8000か。8000か。まあ、しょうがねえんだよな。これ持ってたっけ？これは持ってんだな。一個だけ持ってたっていう記憶がある。一個。一個ハイクオリティがあればいい。1000円か。いや、待てよ。うん、これが一番安いか。これも一個。3000はちょっと無理か。3000払って。3000はちょっと無理だな。でも1900なんだよな。これちょっと節約するか。買ってもよかったけどな。これ2個。ハイクオリティ2個。どうだろうな。これ5を買った方がいいかな。いやー、1000を2個買った方がいいか。うん、また5万円台に戻っちゃったぜ。じゃあここで黒あ、これ取ってない。あ、レザー取ってなかった。所持状況確認で B が持ってる。マドリード、マーリドレザーか。マドリードじゃなくて。これだな。OK。この辺で作るか。で、確信ぶって、長期契約ぶって、模範ぶって、イノベーションぶって、中級加工4回。1、2、集中。3の4と。どうだろうな。ビエルゴ1回で行くかな。グレートストライド、ビエルゴ。大丈夫だな。行った行った。ビエルゴをちょっと信頼しきれてないところがあるけど、めちゃめちゃ伸びるはずなんだ。オッケー。あとは、いや、個数見るの忘れてたな。これは1個だろう。カブトニカワは分からんけど、これは多分1個だと思うんだよな。ハイクオリティ1個。ハイクオリティ1個売ってねー。売ってねー。持っていくかな。あ、ちょっと待って、変な。所持状況。全部持ってないな。3000。ハイクオリティ作れるかな。
これさ、なんでこんな高えんだ。ヤンさんにあるよな。3000、1個3000。ヤンさんに行って普通に買ってくれよかった。あー、なんで3000も払ってしまったんです。これ1個な。これはあれか、黒煙、黒煙か。黒煙か。これ多分3つだよな。足元見てくるやつな、これな。だってこれで錬金以外は全部触ったな。待って待って、1300も払って列車に行くのか？しょうがないのか？くそ、いろいろお金が、お金がおかしいぜ、お金がおかしい。お金がおかしいです。困ったなぁ。まず、クガネに行けばいいかな。列車、クガネに飛んで、いやー、ここだよな。このテレポ代高いのやめてほしいんだよな。節制してんのに、節制してんのに。列車、あんま変わんねえな。あんま変わんねえ。結局1000円ぐらいはかかっとるの。1000ギルぐらい。園芸かな。出ないかな。パーライト、パーライト。
狩り場ないの？あれ？あれ、園芸じゃないのかな？園芸っぽいけどな。そもそもこの辺に何もねえぜ。タバーコール使ってみるか。あれ、あっちの方行っちゃう。この辺か、狩り場ないの？黒煙あるのに？黒煙ってその普通のところで買ってたらなんか光るなみたいな印象だったんだが、秘伝所の場所じゃないよね。秘伝っていうか、あれ、黒煙ってなんか欲しいんだっけ。普通に取れるもんだと勘違いしてたな。最終手帳を見てみよう。伝承録が必要なのかな。この辺だよな。もう一回見てみるか。錬金のこれの最終方法。あ、岩なんだ。66採石採岩66。ないけど、こっちか。ないけど、こっか、これだ。これ詳細教えてくんねえかな。壁越えれない、越えれんのかな。あ、越えれなさそう。ちょっと無理だなこれな。多分あんな高くは飛べねえだろ。なんかここ狩り場ないんだろうな。
壁の向こう行くのめんどくさいから、こっちの方であるといいんだけどな。あった。草刈り場か。南東に絶対生かされるぜ。黒煙って掘ってると出てくるんじゃなかったっけ？だとしたら近くで掘ってたいんだけどな。なんで近くないんだろうこれ。そもそもなんか掘ったことないみたい。え？なんか収集品取っちゃったぜ。2回だった。あ、違うか。途中、最初取っちゃったからか。収集品なんだ。一回取ってみるか。あれGP を使い切る。何に使えるんだろう。あれなんか光ってるね。ちょっと。え？いや違うな、これは違うな。未知だなこれは。
未知は時間、エオレゼアタイムで出るんだよな。このこれ、刻限は何で出るんだ。こんなことしてる場合ではないな。こんなことしてる場合ではない。やめよう。無駄な時間を使わされてしまったぜ。変な素材を割り当てないでほしいな。プラカン納品に。だとしたら、買うしかねえか。しかもノーマル。これで納品だ、納品。なんか買いたい。これ軍用品の売れるやつないかな。売れるやつ、このままダメだな。この辺なんかガチャガチャかな。これオーケストリオン、いや3本しか持ってないよ。なんだっけ。ハイクオリティ、はい。あ、ハイクオリティ確認だったか。よし。で、賞金だな。賞金69。あと1レベルアップだ。じゃあ、シロちゃんとこ行ってこよう。入れるシャイや。なんかある。これ何？お得意様アドキーラー受注。先日は城アリッポーの公園を快諾してくださったようで、僭越ながら私からも礼を言わせてください。ところで、またしてもあなた様に頼ってしまい恐縮なのですが、崖っぷち亭の店主アドキラーさんをご存知でしょうか。誰？ここのところどこか思い詰めている様子が気になっていまして、心なしかポーキーの被り物でも物憂げに見えるような。とにかく私が声をかけようにも商売敵と思われているのか警戒されてしまいまして、もしよろしければお仕事のついでにでも崖っぷちでのアドキラーさんの様子を見ていただけませんか。こっち。ん？あ、同じとこか。シロちゃんと同じとこにいる。あ、いた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 。お前か。
豚ですね。カエルと豚が今対面してますね。珍しい客だな。我が崖っぷち製の客というわけではなさそうだが、このフリチー天守アドキラーに何用か。シルちゃん来た。アドキラーさんがここ最近思い詰めてるようだったので、きっと心配して来てくださった。そうですよね。そうだね。順風満帆な天守人生を謳歌するこの我に、思い詰めることなどあるはずもなかろう。さっきアドキラーさんが真剣に見ていたものって、この崖っぷち製の帳簿ですよね。久々に拝見させて、これは大赤字、大赤字です。何回も見てますね。うははは、は、そんなわけ。赤字を隠してますね。粉飾ですね。粉飾決済しようとしてますよ、この人。ここのところ、東方だの、なんだのに、冒険者たちが浮かれおって、イデリシャイヤなど見向きもしなくなってな。まあなんだ、まさに崖っぷちってとこだな。アドキラさん、私にできることがあれば言ってください。これなんで解放されたんだろう。あれ、グレンをクリアしたからかな。なんなら取っ手っ気のフラットブレッドをお店に提供しますよ。前までこれなかったもんな、このイベント。だってこのお店が潰れてしまったら、崖っぷち邸の一室を借りているメネフィナの家は、子供たちの住む家はどうなってしまうんでしょう。ここに孤児院ある。なんか来た。あ、びっくり、びっくりしましたね。お願いです。どうかどうかかくまっていただけないでしょうか。誰か来た。何事ですか。だが困っている女を見過ごすことはできぬ。さあ早くこっちに来て、これを切るがよい。豚麺、豚麺をな。ああ豚欲しい、それ。あ、くれるかな、それ。もしかしたらカエルから豚に変わろう。あんたら店員なのか。イシュガルドから逃亡してきた女を知らないかい。メロディーという名の女だ。嘘をついたら容赦はしないぞ。すっごいリーゼントですね。そのような女は知らぬな。もっともこの店で暴れることはこの天使アドキラーとこの冒険者ユルーガが許さぬかな。あ、はい、そうです。許しません。どうかい？新しい雇い主様が大層ご立腹でな。邪魔したな。何でしょうね。一体何があったんですか。私はイシュガルドのたる貴族のもとで奉公する使用人。主からのひどい扱いに耐えかね、夢中で逃げてるうちにこの地にたどり着きましたわ。福岡、福岡、残してきた家族はおりません。どうか私をここで雇ってはいただけないでしょうか。それずっと来てるつもりかな。ふむ、事情は分かったが、崖っぷち邸の店員として、我の店で働くがよい。ただしこの店の経営状況は火の車だがな。そうだ、私、画期的な案をひらめちゃいましたよ。この店で新しいメニューを提供してはいかがでしょう。メロディーさん、使用人として働いていたのなら、イシュガルド料理などにも詳しいのではないですか。もしそうでしたら、ぜひ新メニューの開発に力を貸してちょうだい。もちろん、イシュガルド料理のことでしたら、私もお力になれるはず。喜んでお手伝いさせていただきますわ。足りない素材や食器、調理器具といった品々は熟練の職人さんの協力を得て収集品として調達するんです。ユルマさん、腕の見せどころですよ。みんなの力で崖っぷち邸を盛り上げることができれば、相乗効果でイデリシャイヤの活性化にもつながる。あ、尻尾ピーンってなってました。我が口を挟むも間もなく決まってしまった。
だが城城の考えにも一理あると。報酬については心配いらぬ。このままあのロエナ商会の出資者として絡むとなれば、少なくとも職人である貴様は損をしない。たとえロエナ商会に我の利益が食らいつくされようが、崖っぷち勢が崖の下に落ちるよりはマシ。コンプリート。じゃあこれお得意様なんだろう。そうだな、これ受けるのかな。レベルいくつから66以上の場合やったぜ。80以下の場合は経験値報酬なんかよくわからん。89以下の場合、ん？どういうことだ。石ガルド料理必需品、とりあえず3つ、 6個かな。このゲージが何個で1個貯まるんだっけな。石ガルド料理必需品をまず作ってこよう。この辺かな。石ガルド料理、ああそうだね。ちょっと待って、これ誰が作ってもいいんだな確かな。ここに作らせるか。収集品、ちょっと間違え、収集品、じゃあお得意様、アドキラー、石ガルド、これだな、こっち2個か、2個、あれ必需品、部材の材料、これ部材を買った方がいいんだな。とりあえずこれで6個買えば3つ作れるんだろ。3つ作ろう。これな、確信で一撃で終わるっていう可能性もあるから大丈夫かな。確信で579、確信、はいはい、長期契約、579進んだら終わってしまうのでダメです。イノベーション中級、あれちょっと見えない、ちょっと見えない、見えない、光ってるかどうか見えないぜ。ちょっと待ってくれよ。こうするか。ギリギリにしといて、あるいは右にするか、こうな、こうしとくか。で、なんだっけ、何回打った、何回打ったか覚えてないが、イノベーション1ターン削れてるからあと3回だな。これ3、あ4とマックスになっちゃったぜ。ジェネレーション使って
り。まずい。これ使うの忘れてたわ。1ターンでいける。適当にやってもいくもんだな。一旦3つだけ納品するか。あと3つ同じやつかな。毎回言われんのこれ。あ、3つでよかった、3つでよかったぜ。成功させてみ見せるぞと。頭だけ取って働いてますよね。貴様が手伝ってくれた石狩料理だが、常連客に大好評。遠出の際に宣伝すると言ってくれている。メロディーさんなんでなんで、しただけ。だいぶ仕事も慣れてきたねと。お手が来た時にいつでも変装できるようにしている。あ、なるほどね。すぐ頭かぶればいいだけだから。店長とお揃いにしたいのに。いつからも何も、この崖っぷち亭の創業前からずっと店長を手伝ってる。元はトレジャーハンターやってた。腐れ縁でずっと。だから私が一番店長と付き合いが長いんだからね。まあ店長は戦闘の心得もあるんですね。伊達に大部族の族長候補だったわけではないからな。こんなに無縁のどこぞの族長などにも負ける気がせぬ。誰のことだっけこれ。族長だったの。今のはこちらの話気にするでないぞ。あの平原の民かな、この人たち。くだらない話は終わりにして、とっとと仕事に戻るのよい。受け取る。あ、いらっしゃい。いや、イルマさんと店長に話があった。実はメロディが来てくれてから少し余裕ができて、工房のゴブリンたちに錬金術を教えてもらっている。それで簡単な蒸留機を作れるようになったんだけど、この店をオリジナルの蒸留酒を作ってお店で出したらどうかな。崖っぷちでオリジナルボトルやってみる価値はあるか。あ、じゃあ次は蒸留機かな。蒸留機じゃなくてオリジナル蒸留酒だな。おに行けるぜ。次は崖っ
物蒸留酒必需品。あと1レベル上がれば、装備を一新できるから。蒸留酒必需品部材な。2個ずつ。これ素材の素材がある意味がちょっとよく分かってないんだな。安いってだけかな。その方が6個買って、これな、刺激じゃいかないぜ。ベネレーション使わないとダメか。あ、やってた。まあいいか。4連打ってそもそも行くのか。赤が2回来てたのに集中加工使わなかったぞ。これでここな。レベル上がるかな。あ、そもそもマニュアル読んでなかった。マニュアル読めばよかった。いや違うか、木工でやってたから関係ないのか。こっちには、よし、あと1個で上がる。クラフタースクリップがマックスですよと言われた。ちょっと待って、最強にしよう。最強、はい、全部変わる。あらかじめこれ買ってあるからな。うん、 OK で、これだ。これが読めるはず。え、パリンと。よしよし、ハッカーを何に使うかだよな。ラルガブリーチに行った方がいいかな。あと使うことって言ったら、じゃない、マテリア、雑貨、秘伝書その1、何巻まで持ってんだっけな。だから5巻まで持ってるから6巻を買うかどうかだな。え、待って、6巻もレベル70なんだ。あ、じゃあ6巻は買っといた方がいいな。こっから100だしな。1、2、3、4、5、6、7、8と、ここまでだな。
七冠は80。これさ、秘伝書その2は10巻。すげえ、1200かかるぜ。ザックハウジング、これ EX ついてる。クラフター、オーケストリア、うん、この辺が高く売れれば。素材売ってるね。高え。交渉のデミマテリだって200するようなもんなの。手形って何に使うんだっけな。まあいいや。これで整頓して、これはまだレベルが足りなくて使えないけど、ここは使えていくだろう。これとこれあれだな、レベルも完走して家具作れるようになったら、あ、家具を作れるようになっ、まあ、今でも作れるんだけど、そしたら家のやつを、ここまでか？買わず。ほいほい。納品。これ半分だな。多くの納品感謝するぞ。今週分のアドキラへの納品券をすべて消費しましたと。じゃあシロちゃんのやろう。国家団の軍需品、国家団の軍需品、あれ、シロアリ砲の国家団、これだよな。これ中間素材作んなきゃいけないんだっけ。これをドンピシャで売ってない。あ、売ってた。あ、売ってたわ。そうすると18個もらえばいいのか。国家団の分、途中で変わっちゃうかな、ちょっと分からんな。途中で変わっちゃったら半分無駄に、5000かかった5000かかったぜ。あれ、これ大丈夫かな。革新720だからダメだ。終わっちまうぜ。
あら、余計だった。あと2個。オッケー。待てよ、これこっちに使った方がいいのかな。66。こっちで納品してみよう。あら、またハッカーが溜まってしまったわ。あと何人に使ったらいいんだろう。ここ通れるかな。あ、失礼して、ハッカーを何に使ったらいい。マテリアなんかいらんしな。装備品は全部もう揃ってる。秘伝書もハウジング関連。オーケストリオンちょっともらってみるか。あ、違うな、エンジニアマニュアル売ってる。これ80まで使えるやつが、あ、これもな、これか、これだな。そしたらこぐらいもらっとこう。あれ1個いくらだって今。30だよな。20個。これ大丈夫か。6個納品。67。アドキルはもうダメで、じゃあ蒼天が行くか。あ、でもあいつは70からか。70からであれば長期に戻んなきゃいけないな。
いろいろ持ってんな。これが70まで。イシュガルド。ここにサブクエあるんだな。これなんだっけな。レベル60でいけるから、こっち川沿いでやってみよう。居住区への移住も商業区への商談紹介、誘致も済んで、この町も随分立派になった。本当に君が協力してくれたおかげだ。それでね、エマネランさんから聞いた、みんなが毎日楽しく暮らせる華やかな町という言葉が忘れられなくて、居住区と商業区で生活の基盤を整えることはできた。より豊かな生活を送るために必要なのは何かって、その答えがリズンソング文化区。よかったらその文化区の案内をさせて。はい、ちょっとこれは今は中に入っても大丈夫かな。ここがルーシュマインド記念病院、新年騎士団病院で治療を受けた兵士や市民がゆっくりと傷を癒す場所。基本的な治療が終わっても長期にわたる療養や機能回復訓練が必要な人もいるからね、と。そういう人たちのための公営の長期療養施設。ここでは患者はもちろん従事者も身分は一切問われない。あ、そう。もし、私は復興の進む想定外を描いてきた画家でございます。画家。そうでしたか。あなたが絵を描いているところ、通りしなに拝見しておりました。いつも素敵な絵を、ってあれ？どうしたどうした。もしかしてあなたは、シェブロダン系のお方。下級貴族の、しかも冒険の者の顔を覚えておいでとは。私はずっと絵描きになりたかった。しかし戦争の最中、とてもそんなことは許されず、いつ訪れるとも知れぬ死に怯えながら竜と戦っておりました。あなたが砂利を倒し戦争を終わらせた日のことは忘れませんと。まるで永久に続くと思われた吹雪が止み、美しい雪晴れが訪れたようでした。私はあなたのおかげで本当の自分を取り戻し、こうして、筆が持てる幸せを手に入れられたのです。心より感謝を。こちらのルーシュマンド記念病院でも私の絵を飾ってくださっている。慰問というにはおこがましいですが、少しでもここの人たちの癒しになればと。手が来た。ああ、先生、探しましたよと。おっと、失礼いたしました。大事なお話の最中。大丈夫ですよ。直接お礼を言うことができて本当によかった。では、私たちはこれで失礼を。
よかったねと。あ、そうだね。さあ次はスノーソーク浴場。スノーソーク浴場。このスノーソーク浴場はね、クルザスから温泉を引き込んでいる。あ、外、露天ですね、露天。いいね。棟梁、お願いします。どうか行かないで。どうした、どうした。そんなこと言われてもよ。あたしらには次の現場があってだな。グラサンかけてますね。ああ、フランセル教と前に話を聞いてくれた兄ちゃんじゃねえか。あ、誰だっけ。私たち外部の職人は次の仕事の関係もあって、復興事業が完了したら、会議とに、あ、リムサから来た。手伝いに来た人たちか。引き止められていて、私たちもお別れは寂しいんですけど、困ってしまって。会おうと思えば、いつでも会えるぜ。思えばな。どうすかね、そうすかね。アイメリック教が国交回復に力を入れてくださってるし、会いたければいつでも会いに行けますかね。この兄ちゃんが言ってる通りだよ。お前たちいつまでもしょぼくれてるんじゃね。お前たちはもう一人前だ。棟梁、一件落着。中心部に行こうと。ない。ショートカットがない。自力で行けと。自力で行くにはどこだろうね。上なんだが、どういう道？ああ、ここ階段登ってけって。ここは仮想と上層をつなぐ通り、街行く人に困ったことがないかよく話を聞いているんだと。この文化区の雰囲気知ってもらえたかな。誰か来た。あ、英雄様にフランセル教、よかった。フォン・クリノーさんに聞いた通りこちらにいらしたんですね。マルセロア君が作ってくれる軟膏のおかげでほとんど痛みはなくなりましたよ。英雄様とフランセル教がいなければ、私はずっとマルセロア君のことを誤解したままでした。それともう一つ、英雄様にご相談したいことがありまして。何です？あれ？あ、続きものなのこれ。続きものなんですか。あ、続くね。サプライズのお手伝い。これ青クエなのに何も報酬なかったぞ今。英雄様、相談に乗ってくれるのですね。ありがとう。お話というのが、
ああ、これあれ、流化しちゃった人だな。A 様どうも、ご無沙汰。フォンクリノーさんから、フランセル教は楽団を設立するのが夢だと聞きました。そこで楽団と、楽器と楽団を用意して演奏会を開催する企画を立てている。ほっそりとな。俺は楽器を用意してるんです。出稼ぎの職人さんから楽器の作り方を教わって、少し小規模かもしれないけど、ピアノとそして管楽器、弦楽器を用意しました。ピアノはすでにステーロエル広場に置いてありますよ。英雄様がフランセル教と一緒の楽器を演奏してくれたら、フランセル教も見に来てくれてる人もきっと喜ぶだろうなって。だから英雄様のフランセル教はどの楽器がお得意か、こっそり聞いてきてこいと。任せて。やばい、レベル上げができねえぜ。ちょっとくれぐれも内密になって、どっち行きゃいいんだ。ショートカットはどこにある。こっち。L2 やってくるか一回。こっちだな、彫金。こっちは70からしか。あれ？やったっけ、 L2。 あれ？料理必需品やったっけな。ダメみたい。終わってたっけかな。フランセル坊ちゃんなら邸宅にお戻りですが、どんな楽器が得意なんだい。楽器は2つずつありすでに準備がされているとのこと。坊ちゃんはさまざまな楽器の心得がございますが、私に良い考えがございます。あるお方をお呼びしてまいりますから、こちらでお待ちいただけますか。待ちぼうけ、ここでな。お待たせいたしましたよ。久しいな。まさか貴殿がコートの復興事業まで協力してようとはな。彼のフィルミアンを介し、アインハルト家の執事から復興事業完遂の祝いの話を聞いたぞ。アルトアレールス様には想定外の復興完遂を記念し、楽団を設立して演奏会を開催する旨をお伝えいただきました。アルト・アレール様はオーケストリオン譜の収集がご趣味と聞いております。余暇の時間を使って少しずつ自分でも譜を書いていけるな。楽器はいずれも2つずつあると聞いた。この曲はピアノの連弾が特徴的な楽曲。貴殿とフランセル教が演奏すると良い。それいい、坊ちゃんもピアノお得意です。ピアノな。譜面を配る。
こ。こっちの方。ピアノだ。ピア、白黒、白黒ピアノ。練習してみようか。あ、練習する。え、弾けんの？どうやって弾くの？あ、弾いてますね。うまくなったぜ。ドレミファソーまで弾いた。え、もう一回できる？さらに練習だぜ。和音が出せるようになってるね。上達早すぎない？さすが、さすが弾かせ。あ、ピアノマスター。マリオリー演奏会の準備について尋ねてみよう。もう演奏する準備はバッチリ。演奏家の設営も着々と進んでおりますよ。お待たせいたしました。当社の方々がもうすぐ到着。お招きいただきありがとう。昨今は穏やかに家族と過ごす時間が増えてな。娘の楽器の練習に付き合っていたから演奏は任せて。エマネラン、兄貴から話は聞いてるぜ。俺もフルートとして参加させてもらうぞと。頑張れ頑張れ。二人ともどうしたんですか？揃いの服を着て。フォン・クリノーさんに呼ばれてきたんだけど、一体何が起こっている？君の夢を叶えよう。はい、フランセル教、商店街復興のお祝いとあなたへの感謝の気持ちを込めて、施設イシュガルト楽団をご用意。さあ、演奏会を始めましょう。参加する者にもお前のための演奏会だぜ。相棒もみんなもお前に喜んでもらおうと内緒で話を進めてたんだって。2回練習したから、2回練習した。2回でマスターした。自分たちは本当にあなたによくしてもらいました。だからお礼がしたいと思って。あの堅物な兄貴が嬉しそうにしながら自分が作曲した楽譜を持ってきたときは驚いたよ。お前の分の楽譜も預かってる。お前には夜型二人でピアノの連弾やってもらうぜ。大丈夫かな？すごいよ。みんなありがとう。まさか僕の夢が叶うなんて。君と連弾できるなんてすごく嬉しい。間違えたらごめんね。他の奏者さんたちも準備は済んでいるそうですと。なんかこれ準備が必要なの？あ、みんな。解散してますけど、これ再生しましょう。おっと、ノーツと呼ばれるアイコンがリズムに合わせて画面上に表示されます。ノーツに合わせてキーを押し演奏会を成功させましょう。ああ、青キー、赤、左の通常ノーツ、中央の連打の連打なんだこれ。キーを連打してくださいと。
右の長押しノーツ。あー、長押しな。浄水器は次の通り。コントローラー、オプションを除く各種入力全般、十字キー、バツ、丸、四角三角など、オプションボタンを押すと途中で終了することがクエストが進行してしまう。え、色は何に対応してんの？どういうこと？色の対応を教えてくれてないんだ。参加しよう。分からんけどな。イエ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 イ。晴れてますね。どん天だったの。え、ミス。ボタンは何でもいいんだ。ミス。あ、ミス。ビヨーン。どう？ビヨーン、ビヨーンって一回言われたけど。タイミングだけのゲームだったわ。みんな楽しそうであったかい音色でとっても素敵な演奏会でしたね。え、いた。なんかもらえる。オーケストリオン。観客の一人として拝見しておりましたが、とても素敵な演奏会でございましたよ。本当に私の生きている間にこんな時代がやってこようとは。まるで夢のような時間だったよ。後でみんなにもお礼を言わないとね。それにしても、君まで僕に内緒でこんな素敵な催しを計画していたなんて驚いたよ。いや、巻き込まれただけです。舞台の上から楽しそうに演奏を聴いてくれている人たちを見て、この街を復興できて本当に良かったと思った。手伝ってくれた君はもちろん、各国から多くの職人が参加してくれたおかげ。それで君に最後に聞きたいことがあるんだ。異端の容疑をかけられた僕を救ってくれた上に、追われる身でありながら粒子戦争を終結に導いてくれた、大切な友人であるオルシュファンは、誰に対しても分け隔てなく接し、いつでも友と人々の笑顔のために生きていた。
君とオルシュファンは僕にとって友人でありつつずっと憧れの存在でもあった。それで僕はこの授業を通して君やオルシュファンのように人々を笑顔にできただろうか。自分なりに頑張ってはきたけれど、そのあんまり自信がなくてね。もちろん。本当かい？それならすごくすごく嬉しい。ここまで頑張ってきて本当によかったよ。もう一つ君に伝えたいことは、粒子戦争に多くの犠牲を払ったこの国では、今を生きていられるのは守ってくれた人がいたからという思いを抱いている人たちが多い。だからこれからは幸せな日々を積み重ね、個性つなげていくことが残された僕たちにできる恩返しだと思っている。だから僕は君にも笑顔でいてほしいよ。英雄である君は背負うものが多いかもしれないけど、これ以上、それ以上の溢れんばかりの幸福が降り注ぐよう、春大根に祈るよ。あ、頼んだぜ。笑顔かどうかわからんけどな。あ、誰か来た。今、想定外の前にあの方が、名もなき者たちの広場までお越し、あの方。名前を言ってはいけないあの方が来てる。誰だろうね。これか。あの方ってまさか通してもらうよう、トメリンに伝えておいたから、ここで待とう。あ、アイメリック教か。突然すまない、フランセル教。失礼するよ。君もここにいるということは、私はどうやら少し出遅れてしまったようだな。想定外の復興は、コートの大きな悲願。冠水の知らせとそれを祝う催しがあると聞きつけ、公務の合間を縫って駆けつけた。催しは市民が私的に開催してくれたもので、お招きできず申し訳ございません。どうか気にしないでくれ。突然訪れたのは私の方なんだから。ああ、どんな催しだったか聞いてもいいだろうか。連弾しました、連弾。2回でマスターしたからな。市民が演奏会を企画し、人々が聞きに集まる、そんな豊かで穏やかな時間がこの国にも生じているのだな。かつて戦争で心身ともに疲弊した者や、運河街で明日の食事も困っていた者たちが前を向き、文化が花咲き開いていくのは、非常に喜ばしい。感謝するよ、フランセル教。恐れ入ります、アイメリック教。つかの間だが、この町の様子を知ることができてよかった。後日、改めて視察に来させてもらうとしよう。では、失礼するよ。今、議長かなんかなんだっけな。民主化一応してそうな雰囲気なんだが、まだ貴族院なんだな。あ、緊張した。まさかアイメリック教も来てくれるなんて。はい、コンプリート。あれ？お前また続きあるの？お得意様、デュランデル伯爵。やったぜ。なんかお得意様、また増える？これ、もしかして。奇妙な服装の男性がこっそり想定外にいらして、ルーシュマンド記念病院へ向かうのを見たんだ。あれ？何の音これ？こんな音だったっけ？
ちょっとわかんないな。覚えてないな。ここ。ん、なんか怪しいやついる。怪しいですね。何してるんだい。ユルマ殿ではないか。あ、誰？知り合い？あ、いや、知り合いではないぞ。英雄である貴殿の話はこの国ではどこでも耳にするからな。ディランデル伯爵？そうだよな。気づいていたのか、正体を悟られるよう、自分なりに装ってみたのだが、一目で見抜かれるとは。仕方ない、白状するとしよう。最近この病院で奉仕職員の募集をし始めたのを知ってな、参加を打診すべくやってきたのだ。奉仕職員とは一種の有償ボランティア。有償のボランティアって意味がちょっとわかんないんだね。治療師としての技術がなくても、正規の治療師たちを支え、医薬品の備品管理や患者の世話を担当するのだという。安いのかな？有償でボランティアって、それはボランティアじゃないんじゃない？どういうことなんだろう。正規の給与を得ぬ代わり？治療師になるための、ああ、なるほどね。勉学と生活のための資金が保障される。最低賃金は支払われるが、ほぼほぼ勉強としてやり合い。ってことか。以前我が家に仕えていた負傷兵と面し、彼らへ十分に保障を行っていなかったことを思い知ったと。あ、そんな話してたね。正直に話すと、打算もある貴族の者たちに手本を見せるためでもあるのだ。十二騎士の子孫であったのは平民も同じと知っても、受け入れられず平民に横柄な態度を取る貴族がまだ多い。この病院は身分を問わずに働ける場と聞いたなれば、私でも奉仕職員になれないかと尋ねたのだが、少し臆していた。頼む、ルーシュマンド記念病院の看護長、モリレッド殿へ気の利いた一言でもかけておいてはくれまいか。ちょっと、そこにシャイボーイがおるから、シャイボーイがここで働きたいって。なるほど、奉仕職員志望の方が来てくれるのね。どんな方か楽しみ。いや、お邪魔するよ。この病院で奉仕職員を募集していると聞いたんだが。あら、まあ、デュランデル伯爵様、寄付のお手続きでしたら上の施設で。えい、なぜ誰も彼も私だとすぐに気づいてしまうのだ。いや、気にしないでくれ。寄付ももちろんだが、私は一市民として奉仕職員を志望し、ここへやってきたと。でも伯爵様は公務もきっとお忙しいでしょう。その本当に奉仕職員に。無論だ、真理の奉仕職員としてやってきたのだ。ただのシャルルマと思ってくれ。そこまでおっしゃるなら。実はもう一人奉仕職員の志願者がいる。マエリちゃんといってまだ幼い繊細孤児。なんか思い出してるこれ。ああ、突き落とされた人だね。
教皇庁から突き落とされた彼女を白木龍が救った時おそばにいたと聞いている。宝飾院になるには年が若すぎるんですが、とても前向きで熱心に病院に足を運んでくれているので、もう一度本気なのか話を聞こうと考えていた。シャルルマンさんとマリエちゃん、2人のお話が聞きたい。ロランベリーフィールドにいるマリエちゃんを呼んできてもらえませんかと。無論だと。行ってこい行ってこい。あ、紹介願いないだろうか。どこだい？微妙なとこにいるな。こっち、こっち、うん、いたわ。ああ、そうだね、突き落とされた子だ。サンザが、マエリドンの顔を読むやこんなに幼き少女だったとは。いや失礼、リューシュマンド記念病院からの迎えできたのだ。我ら二人に奉仕職員に関する話があるらしい。じゃあマエリ、病院のお手伝いさせてもらえるのかな。おじさんも奉仕職員になりたいの。じゃあ早く、ルーシュマンド記念病院に行こう。一緒に頑張ろう。雪投げてた子たちがここに来たのかな、それとも別の子たちかな。高えんだか、ここ。あ、高え。落ちたら死んじゃうね。あ、落ちない、落ちないわ。なんか赤いんだが。なんか赤いぞ。70か。奉仕職員のお話を聞きに来ました。よく来てくれたわと。本当に奉仕職員になりたいかどうか。私も誰かを助けられるような人になりたいってずっと考えていた。基本的な読み書きだったり数を数えたりそういうことで判断されるかもしれない。それでも頑張れる？頑張るけど、お勉強を個人で教わってるけどあんまり自信ない。大丈夫かな。失礼ながらシャルルマンさん、ここの患者の大半は兵士として貴族に雇われていた平民。あなたが奉仕職員になったと知れば、貴族の気まぐれな道楽と受け取る方も出てくるでしょう。面と向かってそう言わずともね。そうした態度を向けられて、なお患者たちの心に寄り添っていくことはできますか。
その可能性があることはもちろん承知の上、どんな言葉も態度も甘んじて受け入れ、職務を全うすると誓おう。平民たちの常識や心情をおもんばかることについては自信があるとは。よし、お互い支え合え。助け合え、助け合え。商談で、くじけの心を学んだだろう。それでも私は奉仕職員を志望しよう。マイリドの私に平民の心を教えてはもらえぬだろうか。その代わりとは言ったなんだが、私はそなたに読み書きや算術を教えられよう。我々は一年前の奉仕職員には至らぬが、互いを補い合えば病院や患者のためにできることもあるかもしれぬよ。私からもお願いします。じゃあお前は二人で一組だな。二人で一人だ。そういうことなら二人ともお願いするわ。記念病院の日用品の準備から手伝ってもらおうかしら。よし、日用品作ったろう。その他は職人としても一流だと町の噂になっている。我らにはまだ病院の必需品の良し悪しを判断できる目がないゆえ、その調達を手伝ってもらえないだろうか。いいよ。ロウェナ商会をご存知？最近イシュガルドに参入して福祉事業へ支援してくれている。ちょうどこの病院の前に拠点を構えて活動していらっしゃるから、必要なものがあったらそちらで買うといいわ。CP、GP、CP もらおう。あ、GP もらえばよかった。と。GP なんかいらんかったわ。お得意様取引、解放でございますね。やろうやろう。これかな？あれ？残り0回。今週分の納品券をすべて消費しました。あれ、こいつやってないんだけど、ダメなのかな？それかあれか、全体で12回なのか。個人個人は6回だけど、だから2人やっちゃうとダメなのか。気をつけないとな、じゃあ。これダメなんだ。また次回。1週間経ったらあそこがまた解放されるんだろう。12回分が。ここになんか、ある。クリップの取引。ここにさ、装備品強いやつあったりする？ 70 向けだな。まあ80になった。危ね、落ちんのかこれ。あと4ジョブあるな。まあ今日は彫金が70になったからよしとしよう。あと貴公子が88、あともうちょいで89になる。あ、次回でもうあれかな、カンストするかな、修理。ちょっと彫金はできたけど、これか、革細工と裁縫がまだレベルに至ってないぜ。リムさんに戻ろう。シナリオも残ってるはずなんだよな、これな、確か。
やってないはずなんだよ。木工士の、あ、こっちもか。ギャザランもやってないかな。なので、それぞれクラフターとギャザラーのジョブクエも、もうね、グレンが 4.0 クリアしちゃったから、全部いけるはずなんだよ。なので、それも引き続きやっていこうかと思います。本日は以上です。